マリー・ウジェーヌ・ドランファン・ジェジュは、フランスのカトリック教会戦争カルメル会の、修道司祭、副社、在族会、ノートルダムド・ドビ創立者。なお、日本の男子戦争カルメル会と、ノートルダムド・ドビの協議により、2016年11月16日の、列服式以降、日本における、幼きイエスのマリー・エウジェンヌ神父の名称を、幼きイエスのマリー。 ユジェーヌ神父とすることとなった。アンリはフランス中央部アベロン県の山岳地帯に住む炭鉱夫の5番目の子供として生まれ、生活は質素で貧しいもの、両親から不屈の精神と強い信仰心を受けて育った。彼は幼少の頃から司祭への憧れを抱くようになる。しかし1904年1月、父は突然の病気により高い。 母はアン里を含む5人の子供を1人で養育することを余儀なくされた。翌1905年、初生態を受けしさへの証明を強くし、精霊会という選挙会が募集した特待生になることを決心し、単身イタリアへ旅立つ。その間、彼の精神力は磨きをかけていった。3年後、帰国しグラーブの昇進学校に入学し、非常に優秀な成績を収めた。 母は、息子が、教区司祭になることを期待し、負担を惜しまなかった。1911年、ロデーズの大宮学校に入学するが、1913年、第一次世界大戦が勃発、アンリは学業を中断し徴兵され、戦地に赴く。負傷する、モノ戦地に戻り、前線に向かったが幸い、アンリをはじめとする部隊は無傷で帰還した。1919 19年、 戦場での功績により、陸軍中尉に昇格、レジオンドヌール勲章を授与されたがアンリは死災になることを諦めず、復員後、大宮学校に戻った。1920年12月18日、副助祭に上会、その準備中に十字架の西ヨ派ネリアクデを読み、カルメル会への入会を決心する。指導司祭をはじめ、司教らの教会関係者は反対し、 特に母親の反対は強烈であった。しかしアンリは、その決心を揺るがすことなく、カルメル会への入会は許された。1922年2月4日、司祭に除会。彼は一生涯繰り返すことになる、私は司祭、この一語で十分だの言葉を残した。初見さを挙げた後、同年2月24日、フォンテーヌブロー付近のアボンのカルメル会修道院に入り、 修練期を経て、1923年、初生願を立てる。修道名は、彼が尊敬する、リジューのテレーズにちなみ、幼きイエスのマリー・エウジェンヌ・ニシ、以後、そう名乗ることになる。彼は、修道者としての生活を送り、また司祭として、霊的指導を行い、1924年、ディールに派遣され、カルメル氏の編集者として、活躍を見せた。 1926年、修正生願を立て、1928年、プティカストレの昇進学校の教師に就任し、マルセイユの哲学学者や知識人に出会い、依頼を受けるようになる。1929年、グリアルーは3人の女性教師らに出会い、封建生活への望みを知る。彼はカルメル会の冷静に基づく封建生活を模索した。 1932年に落成されたアジャンの修道院で修道院長に任命され、その前にプロバンス地方のブナスクという町にある命の聖母の聖堂に巡礼し、そこに在族のグループを形成する。それが後に在族会ノートルダムドビへと発展していく。解明は本拠地であるブナスクの命の聖母にちなむ。詳細はノートルダムドビを 参照1937年4月17日、カルメル海総長顧問に選出され、ローマに赴き、同年、ノートルダムドビは、カルメル第三海在属会として認可された。その間、第二次世界大戦勃発で、従軍主催として動員され、終戦後、ローマに戻り総長代理として1955年まで滞在した。クリアルウーは帰国し、 フランス国内のジョシュカルメル会の連合を組織化し、また、アキテーヌ管区の管区長に選出されその人気を全うする。しかし、健康が徐々に悪化し、障害も生じてきたにもかかわらず、彼は、木葬会の指導や司祭、新学生の育成を忠実に務めを果たし、1967年3月27日、復活の月曜日に起点。教会は、 グリアルーの聖徳を認め、1985年、列腹調査を開始し、2011年、尊者の称号を受け、2016年11月19日に、アビニョンにて列服された。ありがとうございます。